お店は一時休業になったんだ。彼はいつの間にいなくなったの春はいっぺんに花が咲く。日本は稲の品種が多いよ。彼はソファーで居眠りをしているよ。市場にはインフレーションの影響が出ているね。 今度のウィークエンドは映画を見ます。彼は上下お揃いの服を着ていますね。冬は豆にうがいをします。もうすぐ夏休みなのでウキウキしています。パレードと観衆が道をうずめていたよ。嘘つきは泥棒の始まりよ。 彼はうつむいて何かを考えているね彼女はうなずいて同意を示したのシャツを裏表に着ていますよその噂は本当ですか毎日金魚に餌をやります。 彼は大金を得ましたよ雲が空を覆っているねその年、この地域では大水がありました日本では大晦日にそばを食べます私たちは船を降りて丘に上がったんだ小川がさらさら流れています。 弟は小さい頃は臆病だったんだ彼女には幼い息子がいます話はこれでおしまいですうちの猫はオスです。デパートでお歳暮を送りました彼は人をおだてるのが上手です。 財布の落とし物を拾いました。あなたもだいぶ大人になったね。彼は溺れている子を助けたんだ。お目にかかれて嬉しいです。誤解があったことをお詫びします。 ここの温泉はよく聞くそうです会は午後9時に終わりましたその国は市場の開放を求められているのもう一度原点に帰って考えましょう靴のかかとで彼の足を踏んでしまったの医師は人の命に関わる大切な職業だよ 玄関でガサガサと音がしましたよ。弟はおいしそうにリンゴをかじっていたよ。開花からかすかな音が聞こえた。片方の目がかゆいです。道に土の塊ができてたよ。 お日様が西に傾きましたね。彼女は首を少し傾けて笑うの。格好のいい青年に会ったよ。ここに生年月日を記入してください。彼は水をガブガブ飲んだんだ。 本にカバーをかぶせたの。おかは何を考えてるんだろうね。犬が手に噛みつきました。このトランクは貨物で送ろう。この瓶はもう空ね。 木の上でカラスが鳴いています。リンゴの皮を剥きましたよ。彼女は猫を可愛がっています。その間に彼はいなくなっていました。祖父は癌で亡くなりました。観客は興奮していたよ。 台風で交通機関がストップしている私は彼女の言葉に傷つきましたあなたを傷つけるつもりはありませんでした多くの人が災害の犠牲になったのこの箱にはぎっしりものが詰まっています。 電車がぎゅうぎゅうに混んでいますね五行以内で答えを書いてくださいここの餃子は美味しいよ余った切れで人形を作りましょうホテルの金庫に貴重品を入れたよ狭い空間に 物がたくさん置いてあるね釘を踏んで怪我をしました弟に足の裏をくすぐられた彼は壁に耳をくっつけて隣の話を聞いていたの怪我人は軍の病院に運ばれたよ 数百人の群衆が集まっているの。彼はマイクで群衆に話しかけたんだ。彼女の成績は上の下です。相撲の稽古はとても厳しいよ。煙突から煙がまっすぐ上がっていたの。 彼女はいつまでもゲラゲラ笑っていたな県の代表は2名です電話で航空券を予約しました家まで交代で荷物を持ちました強盗がカメラに映っていましたゴールデンウィークに 海外旅行をします国民の安全が最も大切ですアジアの国名をいくつ知っていますか彼は素直な心を持っている古事が公園のベンチで寝ている名前は五十音順に並んでいます 冷えた手をこすって温めた寒いのでこたつを出しました彼女への伝言をことづけたの日本のことわざをいくつくらい知っていますかその白い粉は赤ちゃんのミルクです長いことご無沙汰いたしました長いこと ご無沙汰いたしました。長いことご無沙汰いたしました。遅れてごめん。